皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ナリーグドジャース、カブス、2024年9月9日ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手、30、が9日、日本時間10日、本拠でのカブス戦に、1番、DH で先発出場。第2打席は子球を選んで出塁し、二投に成功した。写真、素敵な写真。 試合前の練習中に談笑する山本、大谷、今永。3回西の第2打席、相手先発ヘンドリックスからストレートの四球を選んで出塁。自打者、ベッツへの2球目でスタートを切り、二投に成功した。投塁は今月2日、同3日のダイヤモンドバックス戦で3投塁を決めて以来で今季47個目。50投塁まであと3年。 としたまた24回連続成功となり今季失敗はわずか4盗塁成功率は驚異の92%を誇っている前日8日同9日のガーディアンズ戦は第3打席で46号を放ち46の46に到達前人未到の5 0五5 0に向けて着実に歩みを進めている 2戦連発となる47号となれば、初の MVP を獲得したエンゼルス時代の2021年に記録したシーズン46本塁打を上回り、メジャー自己最多となる。この日の試合前練習では翌10日、同11日に対戦するカブス、今永のもとへ駆けつけ、挨拶・談笑で親交を深めた。また 試合直前にはカブス鈴木とそれぞれベンチ前に姿を現す。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。